アリス・バーバース・ティーブンスはアメリカ合衆国の画家、版画家、イラストレーターである。スクリブナーズ・マンスリー、ハーパーズ・ウィークリー、レディース・ホーム・ジャーナルといった雑誌に多くの挿絵を描いた。ニュージャージー州セーラムの近くのクエーカー・京都の家に生まれた。ニュージャージーから家族はフィラデルフィアに移り、15歳からフィラデルフィア女子デザイン学校で基本画を学び、 雑誌に挿絵を描くようになった。1876年に名門の美術学校、ペンシルベニア美術アカデミーが女性の入学を認めるようになり、アリスも美術アカデミーに進学した。同時期の美術アカデミーの学生には、スーザン・マクダウェルや、フランク・スティーブンス、ジョーダン、エビング・ハウゼン、トマス・アン・シュッツラがいて、後にアリスと結婚するチャールズ・ウェイチ・スティーブンスもいた。 美術アカデミーではトマス・エイキンズに学び、版画だけでなく油絵、水彩画も含む様々な絵画技法を学んだ。1879年にエイキンズに選ばれて月刊誌、スクリブナーズ・マンスリーに掲載される授業風景の写真を描いた。1886年から1年間、パリに留学し、イタリアも旅した。パリでは、 アカデミー・ジュリアンとアカデミー・コラロッシで学び、1887年のサロンド・パリに出展した。帰国後は、レディース・ホーム・ジャーナの定期寄稿者になり、多くの書籍の挿絵を描いた。1888年から母校のフィラデルフィア女子デザイン学校で教え始め、教えた学生には、有名なイラストレーターになったシャーロット・ハーディングがいた。1890年に、 ペンシルベニア美術アカデミーの展覧会に出展した優れた女性画家に与えるメアリー・スミス賞を受賞した。1890年に美術アカデミーの教員になっていた元クラスメイトのチャールズ・ H ・イチ・スティーブンスと結婚した。ありがとうございます。